おはようございます。シネマタグラファーの畑です。ダヴィンチリゾルブの1分解説ということで、今日はスポイトツールで RGB の値を表示する方法について説明したいと思います。映像の中で指定した場所の色の数値を正確に知りたいみたいな時にカラーメーターのように使える便利な機能です。この明るさの値っていうのをもうピンポイントで RGB の値で把握したいっていう場合、どうやるかっていうと、まずはプレビュー画面の中で一回サブクリックを押します。で、その中から Show Picker RGB Value、ピッカーの RGB の値を表示する、これをクリックします。で、そうした上でツール選択のとこから Qualifier っていうものを選択します。で、この Qualifier を気になる箇所に当てると、こういう感じで RGB256 段階で明るさや色が RGB で表示されるって感じになりますね。で、これを解除したい場合は、まあ、このツールをオフにするか、もしくはこのプレビュー画面をサブクリックしてもらって、今設定した項目をもう一回クリックしてオフにするっていうことで元通りになります。こんな感じでスポイト選択ツールっていうのは便利にいろいろと使うことができるっていう感じになります。